遠藤康人選手といえば日本を代表する PK の名手ですよね。今回はそんな遠藤選手が認めた日本人選手を紹介していきます。中村俊介。まずは遠藤選手と共に日本代表のフリーキッカーとして活躍した中村俊介選手です。遠藤選手は2020年2月に那須大輔さんの YouTube チャンネルに出演した時に遠藤選手が認めるすごいミッドフィルダーベスト3という企画で第2位に中村選手を選んでいました。その理由として歴代の日本人で一番選手は こいつ抜くフリーキッカーは多分出てこない。と、中村選手の代名詞でもあるフリーキックについて称賛しました。さらに遠藤選手は続けて、見せるんだよね、一つ一つのプレーを。やっぱりサッカーって楽しまなきゃってのが出てる選手。小野真二とかもいるけど、小野真二よりも見せてないけど見えてる選手。小野はザ・天才って感じだけど、俊介は出さないって思ってるけど出てる選手。というように、意識せずに中村選手が天才的なプレーを見せていると語っていました。そして最後に中村選手のことを、サッカー大好きですよ。この人で夢を見た人たちめちゃくちゃいたでしょう。と言っていました。もしかしたら視聴者 のの皆さんの中にも中村選手に憧れてサッカーを始めた人もいるんじゃないでしょうかまた中村選手が2022年10月に現役引退を発表したときに遠藤選手はサッカーダイジェストが出版した中村俊輔引退特集号にて声優として熱い言葉を送っていますまず遠藤選手は中村選手の引退についてうすうす引退するようなことを聞いていたのでやっぱりかという感じでした本人も怪我との戦いがあったはずでその様子を間近で見ていて大変そうだったので44歳という年齢までよく頑張ったんじゃないかなと思いますとコメント ししていましたそして、攻撃でのアイディアや流れを変えられる一本のパスはもちろん、フリーキックは日本一うまい選手で、そのあたりはクローズアップされるべきだと思います。あとは見えないところでかなり努力していたので、プロとしての姿勢は他の選手にいい刺激を与えながら、いいお手本になっていたと思います。と、ピッチ外での素晴らしい姿勢についても評価していました。さらに中村選手を代表チームで常に近くで見ていた立場から、彼は負けず嫌いで、ゲームを支配しながら試合を決めたいという強い意志を持っていたし、何よりも上手くなりたい一心でやっていました。本当に努力に妥協 ししない選手でしたサッカーが大好きだからこその努力だしあれだけの才能を持ちながら努力し続けられることが本当にすごいと思います代表の活動中も常にフリーキックやシュート練習をやっていましたホテルに帰れば体のケアも丁寧にしていたのでそういう姿は間近で見てきてすごいなと感じていました若い頃から中村俊介というのを確立していたのでそれを経験が豊富になってきたベテランになってもやり続けていた選手でしたねというようにチームメイトライバルでありながら尊敬する一面があったと語っています他にも遠藤選手は彼のフリーキックは 正確かつ状況に合わせたキックができますし、それ以上にゴールが決まる雰囲気を醸し出せるので、僕が一緒にプレーした中では間違いなくナンバーワンのキッカーでした。ニアにもファーにも決めることができて、どちらのサイドからでもキーパーサイドに蹴れる旨さがありました。2003年に行われたコンフェデレーションズカップのフランス戦で決めたフリーキックのように大舞台でも決めきる力を持っていたので、それを間近で見ていてやっぱり上手いなと思いました。と言っていました。遠藤選手もフリーキックの名手ですが、それでも中村選手のフリーキックは凄かったと称賛していたようです。そして。 な後のについてこもサッカーには関わっていくでしょうし監督を期待される立場だと思うのでいい指導者を目指してほしいですね指導者になればけんの時とは見る目や景色が変わるのでしょうがいろんな監督のもとでプレーした選手ですし特に海外での経験は必ず生きると思うのでコミュニケーションを大切つにしながら面白いサッカーをイメージしているんじゃないかなそれが実現すればサッカー界がより一層盛り上がりますし俊介のアドバイスはとても大きな価値があると思うのでまた違うと今度はしどうしゃとしてもきたいと思います。 を語っていました。ポジションこそ違いましたが、同時期に日本代表のチームメイトとしてプレーした中で、遠藤選手がこれだけ賞賛の言葉を並べていたことからも、中村選手の凄さが伝わってきますよね。小笠原光雄続いては、鹿島アントラーズで長きにわたり活躍したミッドフィルダーの小笠原光雄選手です。遠藤選手が小笠原選手について語っていたのは、2020年6月12日に元日本代表の久西隆さんの YouTube チャンネルに出演した時のことでした。この時遠藤選手は、今まで退治して超絶嫌だったミッドフィルダーベスト3という企画で、一 に小笠原選選手を選出ししていましたこの企画では遠藤選手が名前を挙げたサッカー選手をサッカー IQ 攻撃力守備力スタミナフィジカルの5つの観点から5段階で評価していましたその中で遠藤選手は小笠原選手のことをサッカー IQ4 攻撃力4守備力4スタミナ4フィジカル5と評価した上で福西さんから光の嫌なとこころろはどんなととがあったと質問を受けるとガツガツくるところどんな状況だろうがガツガツきてダメならファールで止めるみたいなと答えていましたその後 小笠原選手と同級生だった遠藤選手は、高3の時に、アンダー17か18の日本代表で、初めて小笠原選手のプレーを見て、衝撃を受けたと話しました。遠藤選手は当時のことを振り返って、あれこの人超うまいじゃん。と感じたようで、小笠原選手のことを知らなかったこともあって、衝撃は大きかった。と語っていました。そして、鹿島と対戦した時、小笠原選手との間にあった関係性について、遠藤選手は、なんか結構俺に来るなって感じなんですよ。バッチバチにいつも三尾とはやっていた。と明かしていました。さらに、小笠原選手が出場し していない時のの影響力の大きさについいいて遠藤選手はいない時の大きさがわかる選手、小笠原選手がいないだけで士気が下がるみたいなイメージがあったので、一人でこれだけ影響力のある選手はそこまでいなかったと思う。と評価していました。遠藤選手にとっては、鹿島とガンバ大阪というライバル同士、そして常に優勝争いをしていた中でマッチアップしていた小笠原選手の印象は強く残っていたのかもしれませんね。久保武佐続いては、今や日本を代表するスター選手に成長している、久保武原選手です。遠藤選手は2020年7月に 受けたインタビューの中で j リーグ組海外組を問わず、現代の若手プレイヤーに少し物足りなさを感じていたようで、なんかこう真面目すぎるのかなと切り出し、もちろん私生活とかじゃなくてプレーに対してね。これをしないとあかんこれをしなさいって言われすぎてるのかもしれない。それはわかるんだけど、だとしてももっと自分の色を出してほしい。自分のとこに来たら全部シュートに行くんじゃなくて、周りも使いながら遊び心を持ってトリッキーにやってもいい。相手のゴール前ならね。もっと好きなように自分が思うようにやればいいのになって思う。と遠藤選手ならではの視点で若手選手に思う。 語っていましたその中で遠藤選手は唐突に当時マジョルカでプレーしていた久保選手の名前を出して久保君にはねその遊び心のところですごく感じる部分がある相手をいなしてやりたいんやろうなってほんとにすごいよあの年で去年まで J リーグにいたけどもうすでに翻弄してたからねちょっとブラジルっぽいプレーもするしああいう日本人の若手はいないでしょ遊んでやろうみたいなねと10代のうちから遊び心あふれるプレーを見せていた久保選手を称賛していましたそして最後にトレンドに乗っかるだけがサッカーじゃない今はどうしても全部がそっちに寄って行き過ぎな気がするいつどこで がが生まれるかそそんんななチームそんな選手が個人的にはもっと、もっっとと増えててしいなって思うと攻撃で魅力を感じさせる選手が増えてほしいと語っていました。確かに日本代表の攻撃というのは南米やヨーロッパの国々と比べるとどうしても規律に従ったプレーも多い気もするので、遠藤選手が語る遊び心というのは今後の日本代表にとって重要な要素になってくるかもしれませんね。皆さんは遠藤選手が語るような遊び心のあるサッカーと先術に忠実に従うサッカーのどっちを求めたいですかよかったらコメント欄で意見を聞かせてください。谷 続いては、将来、日本代表の守護神候補として期待されている、谷昴生選手です。遠藤選手は先ほど、中村選手のところでも触れた、那須さんの YouTube チャンネルの企画で、遠藤選手が期待する若手選手ベスト3についても発表していました。そして、このランキングで、まず3位にランクインしたのが、2020年2月に、ガンバ大阪から湘南ベルマーレへの期限付き移籍が発表された谷選手でした。そんな谷選手について、同じガンバでゴールキーパーとしての才能を見ていた遠藤選手は、こいつはサイズがあるし、どっしり感がある。世界を見渡したら、 ゴーーールキーパーっててめめちゃ大事だししを込めて3位に入れましたと、共産点と同時に将来的な期待について語りました。その後、谷選手は遠藤選手の期待通り、これまで順調な成長を続けて、日本代表にも選ばれるようになっているので、今後、世界で通用するゴールキーパーになってくれるのが楽しみですね。中村ケイト、そして、若手注目選手ランキングで遠藤選手が1位に選んでいたのは、ガンバユース出身で、現在はオーストリアの舞台で覚醒中の中村ケイト選手でした。しかし、遠藤選手はこの動画内で中村ケイト選手について、 かイケメンだから大物女優と結婚してほしいなどとサッカーとは関係ない話ばかりをしていましたそれでも2018年当時若干17歳という若さでカンマのトップチームデビューを飾った中村選手に対して遠藤選手はまだ17歳なので経験が足りない部分はあるし体もできていないところもある成長していく中でもっとパワーもついてくればシュートの威力も上がっていくと思うでも今もシュートはうまいし安定したパフォーマンスを発揮できるようになってくればもっと成長していくと思うと将来の活躍に期待する言葉を送っていましたそして そして、エンド選手の言葉通り、現在中村選手はパワフルなシュートを武器に、オーストリアで得点を量産していて、先日3月に行われた代表ウィークでは、初めてフル代表に選出されて、エンド選手と同じ背番号7を背負ってプレイしていました。同じ7番として、将来、日本のカリスマに成長していってくれたら面白いですよね。小島ひろみ次に紹介するのは、同じくナ須さんの YouTube で、ガンバのベストイレブンを選ぶという企画で、エンド選手がトップ下のポジションに選んでいたのが小島ひろみ選手です。これまで紹介してきた選手と比べると、知名度は多 高くない小島選手ですが現役時代は1996年からガンバ大阪に入団し圧倒的なスピードを生かしてトップ下でガンバの攻撃陣を牽引する活躍を見せていました。しかし遠藤選手がガンバに入団した2001年限りでガンバを退団するとその後他のクラブではほとんど活躍できないまま2009年に現役を引退していました。そんな小島選手をガンバのベスト11に選出した理由について遠藤選手はこの人は俺が鹿児島実業出身で小島さんが東福岡だったんだけどもうこの人がマジで凄かったもう、ね 俺が見たた高校生時代の中で一番上手かったと、高校時代からの小島選手の凄さを力説していました。また、遠藤選手は先ほどの中村啓斗選手のように、小島選手のビジュアルも称賛していましたが、遠藤選手にはイケメン好きな一面もあるのかなと思ってしまいますよね。宇佐美続いては、遠藤選手がガンバでつけていた背番号7を2023年から受け継いだ、宇佐美隆選手です。遠藤選手がガンバを退団した後に、秋番号となっていた背番号7を新たに背負うことになった宇佐美選手は、2022年のシーズン終了後に、 遠藤選手と焼肉を食べに行ったそうで、その時に、来年から僕が7をつけていいですかと聞くと、いいよー 2> と2つ返事で了承を得たのだそうです。実際に遠藤選手は、宇佐美選手が背番号7を受け継ぐことについて、とあるインタビューで語っていました。遠藤選手は、基本的に僕自身は番号にこだわりがないタイプだけど、さすがにガンバに20年以上在籍して、そのほとんどの時間で背負ってきた番号となれば、どうしても僕のイメージが強いというか、10年くらい空き番号になっていたら話が違ってくるかもだけど、まだ2年今日では、サポーターの皆さんの間でも、 7番イコール僕ってイメージが残ってる気がするなと。だからこそ他の選手がつけづらいんじゃないかと思っていたしかといって一緒にプレイした選手に例えば高尾龍に7をつけろと言ったところで断られそうだし倉田衆は二側から受け継いだ銃を背負っているし東口や藤原もそれぞれ定着した番号があるなとそう考えたらこれは消去法ということじゃなくて高かしかいないだろうなって勝手に想像していたと話していて遠藤選手の心の中でも7を受け継ぐのは宇佐美選手だというイメージがあったようです。さらに遠藤選手はというのも高志は今在籍した ている選手の中でも12位を争うくらいクラブを思う。気持ちが強い選手だし、背番号を抜きにしても、誰もがガンバイコールうさみというくらい認められた存在でもある。そのたかしが背負えば一番スムーズに7番の新しい歴史が作られるだろうなと思った。と言っても、たかしにも自分の考えがあるだろうし、7番は僕の所有物ではないと考えても、それを自分から言うのも違う気がしたから。まあ好きにしてって思っていたから、たかしからそんな話を振られていいよ。と、そういう意味では心から出た言葉でした。最も,もサッカー選手は背番号でプレーするわけじゃないし。たかし。 そっっててていいるははずだかららしししし今ののののまま自分く結果として7番がガンバの歴史の中で、重みのある番号にななっってていいいけばいいなって思うで、ゆくゆくは、ガンバで育ったアカデミー出身の選手に受け継いでいってもらえたら嬉しいかな。10番が双川から倉田に受け継がれたみたいに。と、ガンバの背番号7という番号自体への思いについても語っていました。こうした思いを受け継いだ宇佐美選手には、ここのところ低迷しているガンバを再び遠藤選手がプレーしていた時代のような強豪クラブに引き上げていってほしいですね。遠藤が選ぶベストイレブン。最後に 18年6月にイギリスの有名詞ザ・ガーディアンが企画していたその国を代表するレジェンドが独断と偏見で選び出すオールタイム代表ベストイレブンというコーナーで遠藤選手が選んだ日本代表のベストイレブンを紹介します遠藤選手はこの企画で絶対にロングボールを蹴らない11人をテーマにしたということですが現役選手を含めてだとなかなか難しいのですでに代表チームから遠ざかっている選手を基準に選ばせてもらいました本当は足元の技術が高い西川周作選手を入れたかったのですがいきなりその基準から外れてしまうので諦めます できるだけ中盤の選手をたくさん選びたかったのでディフェンダーが3人のフォーメーションにしていますと選ぶ基準を説明しその上でまずゴールキーパーには良崎選手を選出しいつも安定感のあるパフォーマンスで調子の浮き沈みがない常に手堅いキーパーなんですと評価しました続けて3バックにはまず田中マルクス・トゥーリオ選手を選んだ遠藤選手はさほど俊敏ではありませんが人に対しての圧倒的な高さと強さがあるボールを回すのもとても上手い選手です試合中はずっと仲間を叱咤激励していてその情熱とリーダーシップでチームにポジティブな空 武器をもたらしていました。とトゥーリオ選手の情熱を評価していました。そして、3。バックの2枚目には中澤裕二選手を選び、ボンバーとトゥーリオが組む。守備センターはおそらく日本代表最強ではないでしょうか。2010年のワールドカップでの彼らは空中戦で、まず劣勢を強いられることがなかったですから、しかも得点のセンスも抜群のコンビでした。セットプレーでは常に相手守備陣にとって脅威でしたよ。と話していました。そして、3番目のディフェンダーはかつてのチームメイトである宮本恒靖さんとで悩みましたが、今回は伊原さんを選びます。代表での試合出場。 多くプレバーさが際立っていました熱いトゥーリョ選手のそばでクールな伊原さんが最終ラインを仕切る想像しやすい構図ですと3バックの最後にはアジアの壁とも言われた伊原雅美選手を選んでいました続いて2ボランチについて遠藤選手は中盤は本当に数多くの候補がいますがまず自分がボランチに入るとして一緒に組んでみたかったラモスさんを真っ先にチョイスしました闘しあふれるプレーを前面に押し出しつつゲームを読み切れるところが素晴らしい選手だと思いますそして僕とラモスさんの前には3人の攻撃的ミッドフィルダーを並べます中 中村選手、中田ささん、前園さん前ワールドクラスの日本人選手は誰かと聞かれたら、まず第一に名前を挙げるべきなのがヒデさんです。前園さんはドリブラー、中村選手は技巧派、そして中田さんは何でもできる万能プレイヤー。前園さんと中村選手はさほど守備はしませんが、ラモスさんとスリーバックがそこを補ってくれるでしょう。スピードやパワーよりもテクニックを重視したチームで、ロングボールはまず蹴らない。ショートパスをどんどん繋いで攻めたいので、その意味では最高の中盤だと思います。と話、し中村俊介選手、中田秀デ選手、前エゾノ選手と夢のような 何人を配置ししていました最後に遠藤選手は2トップに高原直弘選手と三浦和義選手を選出し、まず高原選手について高原選手は点を取るための全ての能力を備えていて、守備も精力的にこなし、フィジカルもかなり強い。あくまで個人的な意見ですが、高原選手は日本サッカー史上最もタレント性の高いフォワードだと思います。すごくクレバーで、どんな選手とでもうまく連携できるのも強みでした。と高い評価を送っていました。そして三浦選手については、僕が13歳か14歳の時に J リーグが誕生して、すっとテレビで 見ていたのがカズさんです。その後プロになって数シーズンだけ京都サンガで一緒にプレイさせてもらいました。信じられないほどのハードワークが印象的で、試合に向けて取り組む姿勢やメンタル面の準備、そして悪なき勝利への欲求とプロとはどのようなものかをいつも教わっていた気がします。と京都時代に共にプレーして感じたプロとしての姿勢について語っていました。かなり攻撃型な遠藤選手のベストイレブンですが、実際に戦っている姿を想像するとワクワクが止まらないメンバーであることは間違いないですね。今回は遠藤康人選手が大絶賛した の日本人選手を紹介しましたが今回の動画の中にも出てきた日本の英雄中村俊輔さんが天才と褒め称えた選手たちはこの動画で紹介しているのでぜひ見てみてくださいというわけでこんな僕でもいつかは成り上がれるように頑張るので応援してくれる人はチャンネル登録と高評価をお願いしますそれでは皆さんさようなら